アンリ・フレデリック・アミエルは、スイスの哲学者、詩人、批評家。30年にわたって書かれ、死後に出版されたアミエルの日記が有名である。1821年に、ジュネーブで、商人の父、アンリア・アミエルと、母、カロリーヌ・ブラントの間に長男として生まれる。アミエルの一家は、なんとの直霊の廃止によって、スイスに亡命したユグノー教徒の家系になる。 13歳の時に両親が亡くなり、おじ、フレデリック・アミエルのもとで育てられる。生まれ育った町で学び始め、スイス、イタリア、フランス、そして、ベルギーなどへ旅を重ねた。ドイツのハイデルベルクにも9ヶ月ほど滞在している。1844年から1848年にかけて、ベルリンに滞在し、シェリングの下で哲学を、ベネケの下では、心理学を、 その他に進学などを受講している。1849年、彼は、ジュネーブに戻り、その論文でムーブメント・リッター・エール・ダンラ、スイス・ロマネイ・デ・サン・アベニールの評価に、おかげで、ジュネーブ大学で美学と、フランス文学担当の教授になり、1854年には、哲学の教授になった。彼は亡くなるまでこの講座の教授を務めた。アミエルは、数多くの詩集、 歴史研究や哲学研究の著作、哲学的エッセイを刊行している。それらはドイツ関連論の影響を受けたものである。彼が存命時に出版した最も世間の評判を取った作品は愛国主義的で戦争参加的な詩、ルーレ・タンブーワーズである。アミエルが有名になったのはその日記による。これは彼の死後発見されたものである。 発見されて間もなく二巻本として観光されるや、否やその思想の明晰さ、内政の誠実さ、個々の正確さ、実存の定年的な幻想や自己批判的な傾向などにより、世間の樹目を引き寄せた。この日記は、19世紀末から20世紀のスイスのみならず、ヨーロッパの作家たちにも大きな影響を及ぼした。その影響をこむった作家の中には、 レフトルストイも挙げられる。日本でも戦前から翻訳され、河野洋一役や土井広之将役で長く読まれている。心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わるが有名である。ありがとうございます。